1976年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成写真左上の熊野岳山頂に、蔵王山の神社がある。その他、写真中央に、岡間があり、その東側に五色だけがある。これらを、東側が開いた、C 型の外輪山が囲む。 南側の外輪山の勝田岳頂上には、蔵王の名称の由来となった勝田礼神社、及び蔵王レストハウスなどがある。蔵王山の神社は、山形県山形市上宝沢の蔵王連邦手法である熊野岳山頂にある神社である。祭神は、須佐能の命。山形市蔵王温泉を見下ろす、滝山、蔵王温泉内にある。 すが神社と共に三社一宮を成している。六百八十年、大宇山脈の宮城県側の不暴山に、権限者が建立され、六百九十年に、縁王図布という行者が、吉野の金峰山寺から金剛座王大,大権限を、勘定して、宮城県側の勝っただけ山頂に祀った、及び、勝った礼神社。これ以降、修玄道の修行の場となった当地の大宇山脈は、 座オ山と呼ばれるようになった。座オ山の山形県側では708年、当社の前身である熊野神社が熊野岳に建立された。熊野主元の信者からは、吉野、大峰山に対して、東野尾山と呼ばれている。熊野神社には、後年熊野権限と白山権限も勘定されている。712年には、山形重宝沢に三上院が作られて、 山岳修源の拠点となり、上和年間中に、菅川神社が作られ、851年に、自覚大使が、滝山を解散した。これ以降、当社は、滝山、菅川神社、熊野神社の三社一宮となった。三社一宮は、熊野信仰の特徴である。後に、滝山の周辺には三百坊と呼ばれるほどの宿坊が、立ち並び、 座王主元の中心となった。1952年、熊野神社から座王山の神社へと改名された。滝山に関しては、座王権限と切り離し、滝山信仰であったとする論もあるが、現在も続いている滝山の霊大祭は、座王山の神社と滝山平山後に先座した滝山神社が合同で行っている。また、毎年の山開きの日には、 蔵王山の,社の宇治湖神社の氏子、勝った礼神社の氏子双方が、勝った峠駐車場に集い、共に山の安全祈願を行っている。木製の鳥居とトタン吹きのささやかなお宮が存在し、お宮の周りを石垣で固めている。西の河原の蔵王寺。ありがとうございます。